僕は幸せだった。だけど、あの日をきっかけに、僕の人生は変わってしまった。あの頃は友達がたくさんいて、家族も仲が良かった。成績も良かった。でも、だんだん勉強が難しくなった。誰も僕の気持ちなんか分かってくれない。面白くなくなって学校に行かなくなった。家も居心地が悪くなっていった。夜は遊び回るようになった。遊び仲間も増えて、それなりに楽しくやっていた。そんなある日、ゲームセンターで遊んでいると、変な奴に絡まれてしまった。どうしようと思っていたら、先輩が助けてくれた。その姿、とてもかっこよかった。学校では関わらない方がいいという噂があった先輩だったが、とても優しかった。行き場のなかった僕の気持ちを分かってくれたんだ。先輩は暴力団丸抜組に入っていた。ダメだと分かっていたけど、先輩に言われると断れなくて、事務所に遊びに行くようになった。事務所の人たちも優しくてお小遣いをくれたりした。そして、次第に僕は事務所の人が行う犯罪を手伝ったり、自ら犯罪に手を染めるようになった。最初は嫌だったけど、優しくしてくれた先輩たちに誘われたら断れなかった。そのうち自分でも薬物に手を出すようになった。彼女まで巻き込んで、きっとこの時の僕は薬物でおかしくなっていたんだ。大切な、とても大切な彼女だったのに。薬をやめられなくなった彼女は、薬を買うために万引きや売春をした。また友人たちに薬を勧めることで組織から金をもらった。どれだけ心や体が傷ついても、薬のためなら万引きも売春もやめられなかった。僕と彼女が手に入れた金は、すべて丸抜組にむしり取られ、組長のもとへ渡った。金を持っていかなきゃボコボコにされる。僕は自分の身を守るために犯罪を繰り返して金を作るしかなかった。そしてある日、ついに命じられてしまった。捕まっても組が守ってくれるとは言うけど、人殺しなんて。でも逆らうと自分が殺されるかもしれない。組長の命令は絶対だ。そして僕は警察に捕まった。組長は僕が勝手にやったことだと警察に説明した。僕が捕まったことで家族にも辛い思いをさせることになった。父は長年勤めた会社を辞めた。あんなに明るくて元気だった妹は学校でいじめられ、家に引きこもるようになった。母は人殺しの家族だと近所で噂され、
嫌がらせも受けているらしい。すべて僕のせいだ。父は損害賠償の肩代わりのため慣れない仕事を転々として働いている。母は内職で生活を支え、妹はいじめから逃れるために転校した。そして月日が流れ、刑期を終えて出所した僕は早速組長に呼びつけられた。僕は暴力団を辞める覚悟で事務所に向かった。勇気を振り絞って組長に伝えた。しかし辞めることはできなかった。辞める金を集めるために犯罪を繰り返した。そしてまた捕まった。逮捕、服役、出所、その繰り返しの人生。暴力団に入ったことで家族に迷惑をかけ、友人も離れてしまった。そして暴力団から抜け出せず犯罪を繰り返す人生となってしまった。あの時暴力団に入らなければ、誰も不幸にすることなく、もっと幸せな人生を送ることができたのだろうか。こんなはずじゃなかった。暴力団に加入することは、自分で不幸になろうとするのと同じことです。また、非行は暴力団へ加入することにつながります。暴力団は皆さんに優しい言葉や楽しい誘いをかけてきます。しかし、それはすべて皆さんを犯罪に巻き込んでお金を奪い取るための嘘です。暴力団に関わると、その先には暗い未来しか待っていません。自分自身が不幸な目に遭うのはもちろんのこと、家族や友人など大切な人にまで辛い思いをさせることになってしまいます。そうならないためにも、暴力団とはどういう存在なのか、暴力団に関わらないためにどうすればよいか、よく考えてみてほしいと思います。もしも暴力団に関わってしまったり、自分や周りの人が被害に遭いそうなときは、必ずご家族の方や学校の先生、そして警察に相談してください。